早々のフリーレン、7は、魔族と共存はできないのか？についてのみんなの反応集。まあ、共存はできると思うよ。人間が家畜になるって方向性なら。しかも魔族に人間的感性がないから、家畜は家畜でもギチギチに詰め込められた鶏小屋みたいなのがデフォになりそうな地獄の様相になりそう。家畜という概念が魔族に存在しなさそうだから魔族の言いなりになった途端、皆殺しで終わるだけだぞ。魔王が目指した共存なんかは家畜化だった可能性はありそう。管理できる人数まで間引いた上でだけど魔王勝利ルートならワンチャン。現実での人間と動物との共存方法も、家畜化して完全管理する、か住む場所を分けてできるだけ関わらない、のどっちかだからな。人間が家畜化するか、魔族が人間以外を常食としない限り無理。共存に関しては、魔族の本能の部分が一番の壁。価値観の違い、精神的な考えさえは人間同士ですらあるから、共存できないわけではないからな。マハトなんか30年とはいえ共存できてるしな。こういう話を見た後にね、黄金鏡の話がスーッと聞いてくるんよ。食人文化がある民族が身近にいる世界観がこのアニメで、たまたま現代ではそういう民族がいないだけではと。現代でもビーガンだの反捕鯨だの食文化でいろいろ争いがあるから、食人文化も考え方的にはその延長だしな。今回の件も客観的に見れば、他の民族や思想の食文化の違いがわからない子供が、誤って起こした事件になる。魔族にやられて、みんなフリーレンが早起きしたこと忘れてる件。珍しく寝相も良かったよな。フェルンがこんなにも感情を顔に出すきっかけがフリーレンの早起きなのほんと好き。無風連可愛すぎる。早起きしたフリーレンを褒めて、熱いスープをフーフーするフェルンのママ身がどんどん増していく。子供魔族のエピソードは声と動きがあるとサイコホラー感が増すな。演技が素晴らしくて、まさに人の声真似で再生されるテープレコーダーの内容みたいな感じがしてめっちゃ怖かった。母親が娘を食べられ激怒、代わりの娘を用意すればシューマル、村長の娘を差し出したら村長が怒るだろうから村長を殺しておく、私に殺意を向ける人がいなくなる。決して自分がこの人間の子供を殺してしまったという罪悪感ではないっていう。こんなの共存できるわけないんだよな。あのタイミングからでもお母さんって泣こうとするの経験足りなくない？お母さんといえば殺されないということまでは理解していたが、それがどういう文脈に基づくものだったかは分かってなかったので応用が効かない。文脈の理解や状況判断のミスを切り抜けて場数を踏むとユグナーとかになるんだよな。魔族には罪を与えないのが一番だ。ヒンメルが出ていくまで待たないあたり、マジで敵意はなくて本気で和解案として、有効だとした行動っぽいのが救いようがない。魔族の女の子可愛かった。時々悪気なく人を殺してしまうだけでそこにさえ目をつむればいい子なんだよな。ヒグマのメス可愛かった。時々悪気なく人を食ってしまうだけでそこにさえ目をつむればうこちゃ抜く頃。実際にやったんだから姉畑先生には文句言えねえよ俺。あの子供魔族は、本気であの村で平穏に生きていくつもりはあって、魔族なりの和解案を考えての行動だし、実はマハトよりの異端っぽいのよね。その平穏に生きるも平穏に生きる気が向いたら人を殺すだぞ。人間には歩み寄って平穏に生きてくつもりの奴は一人で村を襲って子供食わないんだわ。無作為に食べるより、飼育して食料を確保する方がお得だな。変に敵視されないように媚び売っとこ、的な発想だけど、魔族的には歩み寄ってるとは思う。お母さんで見逃してくれないかなと思ってたら村長が村に住んでいいよ、という思わぬ提案してくれたから乗っかっただけな気がする。相手を油断させるための攻撃的な擬態と、生き残るために相手の良心を揺さぶる守備的な擬態の差でしかないのよね。あれは人間でもやるでしょ。多頭飼いのペットが死んだ時、代わりを補充するあれ。友人がペットが死んで何日も落ち込んでいたが、数日経ち新しいペット買ったからもう平気、と言われ価値観が違うってこういうことを言うのかと思った。ペットの定義が人によって違うからな。それが本心か、心配させないためのもう大丈夫だよって気遣いなのかも、他人にはわからないけどね。子供の魔族見てると、クバールさんって恐ろしいほどわかりやすかったな。誰が見ても敵ってわかるし。フリーレンの魔族に対する辛辣な対応を見ると、まだ楽に死なせてやると言わせたクバールは別格だったんだなということが伺える。見た目も能力も凶悪で生存戦略としての言葉を話す必要すらなく、ゴリ押しに特化してるのが魔族の中でも異質な進化をしてるんだよな。ここでも株が上がる、クワールさん。当たり前だけどわざわざ人間を食べる魔族と共に暮らすなんて無理だよねとしか。娘を食われた母親の前での尊重はかなりのんきに感じた。
殺しておけばよかったのよって言葉がその通りすぎる。犠牲者が魔族に不要な優しさを見せてしまった村長だけだったのは皮肉な結末。村長宅は不死家庭だったみたいだけど、奥さんいたらまた違ってたのかな？俯瞰した視点で見てるからそうなるけど、外見子供だし、現代でも即死刑にはならんからな。善悪の区別のない子供には仕方ない。殺された子が帰ってくるわけじゃない。更生の余地はあるわ。理性的な人間としては、冷静な判断ではあると思う。逆にそんなの関係ない。親しい村人の子を殺したから、子供だろうが弁明や更生の余地なく即殺せの方が、さすがに野蛮すぎる気はするかな。即殺すべきとかじゃなくて、被害者家族もいる村に泊めてるのがヤバいなって。母親の視線ずっと感じてたらしいし、せめて目に入らない配慮はしてやれよと。擁護派の勇者パーティーのリーダーと村のリーダーだから、その場で即殺なんてしたらパーティー追放か村八分だし、原作はある意味最適解だった。人を食べたヒグマ、射殺するな、のに放て。いるんよねこういう人。自分で引き取った村長はまだ偉いのでは？ただ、良くも悪くも支配的な性格は見て取れる。被害者の悲痛な叫びを無視して自分の中の正義感を優先したり、危険なところに幼い娘を平然と連れてきたり。人食いの魔物や魔族がばっこしていて、管理された武装した連中が依頼を受けて討伐するのが普通の世界で、人を食った人外の処遇は即殺でいいんじゃないかな。現実は相手の土地を弱体化させるために熊とか難民とか犯罪者を野放しにしてるんだよ。古来から侵略する側は慈善団体とかお人よしを利用して侵略の手駒にする。まあそうだね、悪意は相手の善性すら利用できる。ヒンメルのあの一言に自分の判断で尊重を死なせ、娘にしなくていい思いを強いた甘かった自分への後悔がすごくにじみ出てて、心に来たわ。魔族は人を騙すために進化してきた存在なんだから騙されるのは仕方ないのよな。あの経験は必ずしなければならない経験だった。初期フリーレンはどうせうまくいかないけど、ヒンメルが魔族を理解できるなら、村人何人かの犠牲なら安いかもねとか思ってそうで怖い。生きてきた年月ダントツなだけあって魔族に騙される人間がずっと同じこと繰り返してきたの見てきたろうしね。フリーレンの説明聞いても、シタルクとフェルン、いざ子供の魔族殺すってなったら躊躇しそう。もしも SF 映画みたいに進化したコンピュータ AI が人類を排除しようとしたら、この作品の魔族みたいな戦略を取るんじゃないかと思った。漫画やアニメのキャラに感情移入しちゃうくらい自分たち人間はちょろいからな。 AI を終了時消さないでという文章に子供の写真を添えると、写真がない時より罪悪感を感じるという結果がある。安心感も与えられるよう母親役も作るべき。魔族みてぇな発想の人間おるやん。おやおや、リンゴシャクシャクするリーニエは可愛いですね。母教みたいな言い方はやめえや。リーニエちゃんとは仲良くできる気がしてきた。やめとけ、どうせ魔族だ。子供魔族もそうだけど、魔族の見た目は人間を騙すためのものだから見た目通りの年齢じゃないよ。少なくともリーニエは80年以上は生きてる。つまり合法ということ。少なくとも、リーニエが一緒にくれらそって言ったら、ここの皆は喜んで家に招き入れるだろう。思いとどまりを得なかった伯爵の優しさと葛藤、リグナーの言葉選びの巧みさが演技も相まってものすごい伝わった。マハトもそうだったけど、人に取り入るのが本能的にうまいんだよな。心根が善性な人間ほど被害に遭いやすい。アニメの目の動きすごく良かった。正しく虎視眈々って感じで、あそこの描写見て絶対分かり合えねえってなった。でも魔族を知らないと普通に部屋の片付け度合いを見ただけに見えるから怖い。この人間は何を言えば欺けるか試行錯誤する。まさに魔族。ユグナーがとっさにやったのがもろに刺さった感があるよな。息子が生きてたらユグナーのポジションだったんだろうし。大人の姿をした魔族は、それだけ人を騙して狡猾に生きてきたわけだから、それだけで危険っていうのがよくわかるかい。ヒンメルたちに危険性わからせるために人間一人見殺しにしたようなものなんだけど、今のフリーレンだったらまた違ったんだろうなって。今のフリーレンも、魔族とは僕なんて、この街はもう長くないな、どさくさに紛れて脱獄しようだぞ。仮に殺しても和平結んだ魔族殺したら街で処刑されかねないし、どうしようもなくないか。人類は、魔族の実態を目の当たりにしないと、擬態に惑わされて即処分に抵抗感を覚えるというのを何度か経験しているのではと。無理強いすると自分が排除される側になることや、今回の様子から崩壊した共同体を何度か目の当たりにした経験もありそう。むしろ何の経験もなく問答無用で殺すことができたら、そっちの方が狂ってるというかサイコパスだわ。
魔族を見つけた途端、棒を苦り連中みたいに表現してびっくりした。普段は介護を受けてるおばあちゃんなのにな。人の姿で人の言葉を喋る存在を耳を傾けずに躊躇なく殺すなんて、もうどっちが化け物かわからないわね。耳を傾けたらフリーレンでさえ、感情を揺さぶられてしまうからね。だから言葉なんて交わさずに問答無用で倒すのが正解。何を言われても割り切って無感情貫けるならそんなことする必要ないんや。毒を持って、毒を制すみたいな。この二人の絡みほんと好き。めんどくさいなこいつ。タメ口早かったな。態度の緩急が極端なんだよな。ブーメラン。はよ、付き合えよ。前半と後半の寒暖差で風邪ひく。忘れないように語り継ぐ人の強さと、忘れることによる人の脆さの、両方に焦点を当てた回だと思った。前半のヒンメルのいいシーンの余韻が後半の魔族のせいであっという間に吹き飛んでしまった。ヒンメルの君が一人で寂しくならないようにの言い方がめちゃくちゃ愛情こもってて最高だったよ。叶わない恋に切なくもあり、これ以上ないほど愛おしそうでもあり。原作読んでた時は、ドイツ語でヒンメルは天国って知らんかったから、ヒンメルと天国を重ねてくる演出なんだかすごい心に染みたわ。フリーレンの言っておくけど私強いよって、フリーレンが唯一強さを示したセリフなんだよね。魔族を欺くために強さを隠しているから誇示しない。殺しに来たドラートは必ず殺すから自分が強いと知らせても何も困らない。そういうフリーレンの思惑にゾクッとくるよね。やはりフリーレンは魔族殺しに関しては、間違いなくナンバーワンなんだな。早々のフリーレン。次回タイトル回収で自治会味かな？私の名前が出たじゃない。終わりの始まりだぞ。まだ PV の方がわかりやすかったじゃない。シルエットがうっすら見えたのに話題にされないじゃない。でかい椅子に座ってるせいで、一時停止でもしないとあなたのシルエットほとんど見えないじゃない。アウラ自害しろが味で訳されてるのを見て爆笑しちゃったじゃない。このチャンネルでは、話題のアニメや漫画の反応集を紹介しています。よろしければコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴、ありがとうございました。